だってニコちゃんも水着だからね。お、いいですよ。全然いいですよ。でも今は結構、音がもしよに見えて、恥じらって。マーカーを引く心を忘れない。今でも引いてるよ、これ。おはみやー、おはたみー、せーの、おはみみー。はいはい、今日はですね、もうそっち見てから来たよって言ってくれてる人もいるかもしれないんですけども、みやたみチャンネルとうとうさくらみくちゃんとのコラボ動画が世に出ました。イエーイ、おめでとう。ありがとうございます。やったねー。そう、でもね、ちょっと宮蔵が出てないんだよね。あの、実はこの動画だっけ、今年の2月の末ぐらいに撮ったものです。 Now 何月？ Now 9月24日2月？ 9月？ 私前のものです。で、あの、初コラボだったんですよ。で、コラボの話いただいて、宮蔵のスケジュールがその時合わなかったのと、あとコラボ初めてだったから、どういう風にやったらいいのか、機材問題とか、私たちが2人並ぶ方法とかが当時まだちょっとわからなくて、じゃあとりあえずタミー1人で行ってきますねって言って、お邪魔して撮ったコラボ動画が今回のエロゲあるある後編となっております。おー、そうなんですよ、そう。なので、前編の方はミコちゃんのところで公開されてるんですけども、後編の方は宮蔵と一緒に見ていけたらいいなと思っておりますよ。お、楽しみ。楽しみ、楽しみ。じゃあ、早速、見ていきましょうか。イエーイ、どんなことやったの？ほんとね、ミコちゃんがやっぱりエロゲが大好きな女の子だから、エロゲってどんな風に撮ったりしてるんですかみたいなお話とか、ね、したのでね、楽しく見ていただけるんじゃないかなと思ってますよ。ワクワク。はー、どうやって撮るんですか？知っとるやろ。完全に知っとるやんけ、ね。知らない。なんなら私の方は先輩だもん。知らないわけがない、ね。では、はい、ご覧いただきましょうか。エロゲあるある後編です。どうぞ。あ、でも確かに、アニメのアテレコって、はい、テレビとかに出てることもあるから、みんなね、見たことあると思うけど、ゲームの収録ってどうやってるのかなって思われてるかもしれないね。うん、どうなんですかね。基本的には、はい、あの、一人で撮るんですよ。そうなんですか？そう、あの、全然掛け合いとかなしで、台本の自分のセリフのとこだけを、延々と読んでいく。はい、えぇ、ー形なんですね、ゲームの収録って。だから相手がどういう風に喋ってるかを脳内で妄想しながら台本を追いかけてる。相手役がいると思ってました。ゲームはね、セリフ量がすごい多いから全部ね、一人で一気に撮るんですよ。で、一人で撮るから、スタジオもすごい、あの、小さいところも多くて、はい、だからね、夏場すごい暑い。これあるある。エアコンがつけれないのか。なんか音がしないエアコンが入ってるスタジオもあるんだけど、はい、やっぱり一人で大声出してるから、はい、すごい暑くて、私夏場のスタジオの中で水着でやったことある。大丈夫？水着でやったことある。今も水着みたいな格好してますが、今も水着みたいなもんなんですけど、あの、すごい汗、もうバケツひっくり返したみたいな汗をかいちゃうから、はいはい、下着がびしょびしょになって、下着って乾かないじゃん。だって水着って、あの、はい、水がすぐ乾くような素材でできてるから。そうですね、なんかスースースでやっちゃう。そう。なので、下着の代わりにもう水着着て、収録始まったらもう全部脱いで、水着で収録して、休憩時間になったら、ビーチサイドみたいにちょっと一枚上羽織って出るみたいな感じで、収録夏場してました、昔は。行かせてください。夏、ミコも行きたいです。ミコもそこにいたいです。ミコちゃんも水着だからね。お、いいですよ。全然いいですよ。でも今は結構、はい、あの、音がしないエアコンが入ってるスタジオの方が増えました。止めろ。そう、昔止めろ。そんな、止めろ。なんで、なんで涼しくして。昔をちゃんと大事にしろ。涼しくして、ちゃんと大事にして。あとは、あるあるといえば、エンジニアさんの収録してる時にね、はい、撮り方として、はい、一番最初に、あ、じゃあ今日よろしくお願いします、あ、お願いしますってやって、あ、じゃあ、何ページの何ワード目までいきましょうかみたいな感じで
指定されるんですよ、はい、全てのワードに番号がついてるので、はい、じゃあ14ページの、1063までお願いしますみたいな感じで言われてそこまで取っていくんですけど、はい、取り終わった後にリテイクを入れていくわけなんですよ、はい、それが番号で言うタイプのエンジニアさんとセリフで言うタイプのエンジニアさんがいて、でセリフで指定するタイプのエンジニアさんが例えば普通におじさん、はい、すごいあのもうお父さんぐらいのおじさんがあすいません、じゃあ16ページの、うん、ダメ行くのところまでお願いしますみたいな指示が毎回入るのすごいなんか渋い声で入ってくるから、うん、もう面白すぎて途中からその人なんかリテイクの時もあーすいませんさっきのなんか ラメなのところもう一回お願いしますみたいな感じで毎回繰り返すからおかしくて、あのすいません番号で結構ですって言っちゃったもうね職業病で普通にね放送禁止用語とかを口に出してしまうことが多いし猫はね、うん、あの屋号さんっていう社長さんがいるんですけど、はい、じゃあ猫ちゃん大丈夫いいよって、猫ちゃんのままでいいよって、あのね、うん、昔タミーね動画ラジオをやってたんですよ、文化放送で。文化放送初のエロゲコンテンツだったんですよ。ラジオ始めるときに一番偉い人がね、あタミーさんはそのままでいいですよって同じように言ってくれたの、うん、じゃあ頑張りますって言って2年ぐらいラジオやってたんだけど、すごい、その間にね担当者がねどんどん降格してったよね。全国の PTA から死ぬほど苦情が届いて、担当者がどんどん遠くに飛ばされるっていう、上司がどんどん変わっていくっていうすごいね現場になっていてね、あの私に大丈夫ですよって言ってくれた人も今はもういないんだよね。やばいじゃん、やばでもひどいっていうか、その月発売されるエロゲのタイトルを全部紹介しようと思ったらもうその時点でピー音しか入らなかったよね、はい、例えば、え、俺のダメ見ないでとかだと、もうね、2、3箇所入るんだよね。それはびっくりするのがね、メーカー名自体が出せない時とかある。メーカー名がもうなんかとかそういうタイプだともう出せないなんかどこが発売してるかすらも言えないっていうで文化放送さんお世話になりました、ありがとうございました。入るですよ、ね、猫パンツ見ます、見るって完全に見せたよねここぞという時に出して、それはそっか、パンツは大宇宙の誇りなんだから大事にして、そうだよね、恥じらってるのがいいんだよね、見ちゃダメだよって言ってるのが可愛いもんね。そうなんだよね、もう恥じらおうと思っても上手な演技になっちゃうからな、じゃあできないな、やってみてもらう、ダメだよ、何言ってるの、パンツとかパンツとか見たいんだったら二人きりの時ならいいよ、二人きりだったらいいなもうよくわかってる、恥じらってるけど、はい、でもあなたにならいいよ的なのがこういう主人公心をこうってなるんですよ ね、新しい性癖が芽生えました。そう、あのシスターとかミコとか生殖についてて、はじめはこちらに対してすごい友好的なのに突然ド変態を見るような目で見られる、あの感じが素晴らしかったね。そうなの、はい、めちゃくちゃ落差がすごいの、すごいの、わかってる、興奮する、もっと見て、恥じらって、もっと見て、あ、すごくいいですね、いいですね、こういうのあってないです、今の OK テイクでお願いしますということで、うんうん、ミコですね、はい、エロゲの主人公になりたいという夢、それはミコちゃんを主人公にして制作チームを組み、エロゲを一本作るっていうことですか。ミコそれは命日になりますけど、ミコがこうやってほしいシチュエーションで、うん、ヒロイン役としてやってもらったりとか、私も言ってんか、あーさっきちょっとやったけど、はい、いいの、え、いいけど、うん、だ、私と勝負をして勝負に勝ったらね、あーわかりました、挑みます、ミコはエリートなので、よっしゃ来い、勝ちと言います、頑張ります、よろしくお願いします、かかってこいや、頑張る、はい、次回、うわ
また、続き気になるんですけど。はい、この続き、なんとこの続きがですね、この続きがですね、明日の25日、みこちゃんのところで公開になります。しかもそれも前後編になっていて、うちでも明日それの後編を公開しまーす。すごくない？2日間の間に4本公開されるっていうね。すげー豪華だね。いっぱい撮ったんだね。もう前代未聞ですよ。で、今回ね、あの動画編集を、あのホロライブさんが全部やってくださったので、なんかもう見るからに映像が綺麗、テンポがいい、動画としてすごい凝ってるっていうね、すごい素晴らしいものが上がったんです。テロップ面白かった。そう、すげーなんか当時、まだほら、始めたばっかりだったじゃん。自分で新人って名乗ってるぐらいだから。始めたばっかりで、この動画見せてもらって、あーほんとこうやっていつか動画が編集できるように頑張らなきゃいけないな、すごいなすごいなって思いながら半年経った、うん、今できてるできてる、 ありがとう。多分できてるできてる、多分できているといいな。そんなわけで今日と明日はどん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 公開していきますので、うん、また明日も見ていただけたらなと思います。どうだった宮蔵？面白かった。よかった。次は2人で行こうね。うん。というわけで明日も見に来てください、うんうん、よろしくお願いします。